私が一番で。わあ、こんばんにちは、バットです。今日は5月7日日曜日ですね。ゴールデンウィーク最終日、中部国際空港セントレアに来てます。今は1時40分。なぜセントレアにゴールデンウィーク最終日来てるかというと、暇だったのでセントレアで飲むということをねしようと思って来ました。でね、これ動画するつもりなかったんですけど、まあせっかくなんでってことで動画にしようと思って、今もう飲んでました、はい、世界の山ちゃんで飲んでましたね、はい、店に行こうと思ったからすごく混んでたんで、とりあえず店がちょっと少んじゃないかなと思って山ちゃんで飲んでたら結構酔っ払ってしまいました。はい、激混みではないけど割と人多いですね。最終日ですからみんな帰ってったり、こっから帰る人がねいるみたいで、なんか横側がめっちゃ映ってますけど、はい、でもうお腹も濃いめのハイボールを2杯ぐらい飲んだんで、まあまあまずまずいい感じなんですけど、ちょっと飛行機を見に行こうかなと思ってます。このフライトオブドリームスっていうボーイングの787が見れるところに行ってみようと思います。混んでそうですけど、とりあえず行ってコックピットも見学できる、いいですね。まあ並んでんだろうな。これどっち行ったら第2ターミナルホームへ、どこだ、まあいいや、行ってみます。こっちにもスタバとかなんかお店があるんでね。ああ、787があった。これは、あ、降りれるんですね。これは降りるわ、でっか。あ、お店の横に展示してあるんだ、でっか。これでかいよ、うん。羽の下にお店がある、すごいな。あ、コックピット見るのには結構並んでるな。見れますよ、見れる、乗れるみたい、乗れる、コックピット見れるみたいだけど並んでます。並ばないけどね、エンジンの中は空っぽみたいな。ちょっと下降りようか。ボーイング787、大きいね、大きい、まあまあ大きいか、そして周りはキッズが遊べるような施設がありますね。お子ちゃまたちが遊べる遊具は置いてありまして、上はお店になってますね。満員だったんで、今2時半2時40分ですね。そしたらガラガラでした。なんでハイボールと台湾ラーメンを頼みました。ラーメン食ったら帰ります。店の台湾ラーメン多分何年ぶりだろう、超久しぶりだと思う。本当さ、青菜炒めとかも食べたいんだけど、もうお腹いっぱいでラーメンが限界です。うん、いや、台湾ラーメン食ってハイボールいっぱい飲んだらもうお腹いっぱいになっちゃったんで帰ります
電車に乗って帰ります。どうでしょうか、2週間違うな、もうちょっと後にここにまた来ることになるんで、まあね、はい、ちょっと下見じゃないけどそういうのも兼ねて来てみました。キャンプしないおっさんの休日。ではまた。